ちは、国さんです。今回のね動画なんですけども、今回はねホテルのご紹介になります。今回のねホテルはねこちらになります。はい、今回ご紹介するホテルはですね、ベッセルホテル石垣島さんになります。こちらのホテルはですね、朝食ですごい有名なホテルになってます。その内容なんですけども、トリップアドバイザーでね沖縄県内ですと1位のねホテルになります。今回私はねその部分がめちゃくちゃ気になったので、ここのホテルを予約しました。部屋の中がどうなってるのか、朝食がどうなってるのかっていうところをね、いろいろね皆さんにご紹介していこうかなと思っております。ではねホテルの中の方に入っていきます。はじめにねフロントレセプション周りに入ってきました。レセプション周りはねこんな感じになっております。はい、そしてねこちらの方はですね、ウェルカムドリンクがね14時、午後の2時から23時深夜11時ですねの方でウェルカムドリンクというものがなっております。内容がね単品茶とねシークワーサージュースになってますね。はい、それがねこちらの方になってます。でコップがね一番奥の方にあるような形ですね。はい、それとねジュース、ウェルカムドリンクの他にですねアイスキャンディーもあります。はい、アップルとグレープとオレンジ3種類ありますね。はい、そしてねフロントはねこちらの方にねアメニティ関連があります。まず左手側ね綿棒がありまして、その隣がね乳液があります。その隣にはね洗顔料がありまして、その右手側ね化粧水になります。でその右側ねメイク落としになります。でこちらの方がね女性が使うゴムですね、ヘアゴムでして、あとはヘアバンドと、あとヘアクリップがあります。その下がねフロント用のアルコール、そしてこちらがね靴のねシューポリッシャーと書いてありまして、靴磨き用のね布というか、はい、そういうものになってます。その隣はですねクシーですね、それとその隣にはひげ剃りですね、男性はよく使われてらっしゃるひげ剃りですねいう形になります。以上がねアメニティグッズの場所になります。そして1階のねこちら側になるんですけども、こちらに自動販売機がね2つ設置されております。その左手側はね電子レンジ、その下にはゴミ箱ですね。そしてその自動販売機の後ろ側にはねコインロッカーが設置されております。大きいコインロッカーが6個にですね、小さいロッカーがね24個ですね、こんな感じに設置されております。左手側にね喫煙所があります。タバコを吸われる方はねこちらでタバコを吸ってください。そしてね喫煙所のね中はねこんな形になってます。はい、そしてね自動販売機のね右手側にねエレベーターがあるような形になってます。それのね向かい側、こちらにねいろんなね情報パンフレットが置いてあるような形ですね。ベッセルホテルさんはねグループでやってますので、全国にねベッセルホテルのパンフレットが置いてあります。そしてね中央と左手側のねところは情報パンフレットですね、いろんなものが置いてあります。それではね1階の方はねこれで以上となりますので、次はね私のね宿泊する部屋の方に行きたいと思います。はい、10階にね着きました。私の部屋はね10階になるんですけども、部屋のね番号はね1003号室になるので右側ですね。それではね部屋の方に向かいます。はい、私の部屋の方に着きました。それではね部屋の方に入っていきたいと思います。あー着いた。それではね部屋の方をご紹介していきたいと思います。まずはじめにベッドですね。今回ね私が泊まった部屋はね海沿いの10階になります。その10階でベッドの方はねツインベッドになります。まずねベッドのねチェック行ってみましょうか。はい、
まずはじめにベッドですね。ベッドの硬さ具合の方チェックしていきましょうか。ベッドはですね、ちょっと気持ち硬めですかね。硬めで反発力があるような形のベッドになります。このベッドね、結構寝やすいのかなと思います。柔らかすぎてもね、あまりねよろしくはないかと思いますけど、硬すぎても良くないのでね、ちょっと硬めなんですけども反発力のあるようなベッドですね。で、掛け布団の方はね、ふわふわです。すごいね、寝心地良さそうなね掛け布団になりますね。次はね、枕の方ね行ってみましょうか。枕はね、ビジネスホテルとかにある一般的なね枕の硬さみたいな感じですね。ベッドの上にねコンセントみたいのがあるんでね、そちらの方ご紹介していこうと思います。上を見たらね、各ベッドごとに設置されているような形ですね。時計もありますね。はい、目覚ましで使えますね。まずこちらを見ていきましょう。コンセントがね2つありますね。それで今度スイッチがね3つあります。ライトなんですけども、こちらにベッド上入り口照明、一番左は足元灯と書いてありますね。まず左のこの足元灯を電源をオンにしますと、あ、こちらだ。オンにしますと足元灯、ここがね光るような形になるんですね。次に入り口照明、これ入り口ってあれかな、こっちかな、オンにしてみます。あそこのスポットライトですねがオンになるような形ですね。はい、で次は一番右のねベッド上、ベッド上ってこれかな、あ、これですね。おお、これがねオンオフでライトがつくような形になるんですね。これがね3つのライトの場所ですね。はい、になります。次にベッドの右側なんですけども、目の前にね鏡があります。それでティッシュペーパーが置いてありまして、右側にね電話ですね。その隣にねコンセントがここにも2つありますね。もう1つね、電話のね後ろにLANがねつなげられる場所がありました。左のコンセントの隣にはデスク上と書いてあるスイッチがねあります。これをオンにしますと、あ、消えた。あ、ここですね。ここのデスク上というスイッチは、ここのライトがオンオフでつけられるようになってますね。テレビのところなんですけども、テレビのねリモコンとエアコンのリモコンですね、はい、置いてあります。テレビの右奥の方にねこんなのがありました。お部屋の清掃不要ですと、ミネラルウォーターをプレゼントキャンペーンっていうのをやってるんですね。これはね、連泊される方ですね。清掃不要を申し込まれた連泊のお客様には、ミネラルウォーターをプレゼント。お一人様1本 500ml のやつをキャンペーンでもらえる形になってるんですね。テレビが置いてあるテーブルのね、右手側に行きますと、ハンガーがね、何個も置いてありますね。ハンガーいくつあるんだろうな。1,2,3,4,5,6 ハンガーはね6個あります。でハンガーのとこにね左側にね、なんだろう、消臭剤ですね。はい、次にハンガーの下に行きますと、ポットですね、とあとコップが2つと飲み物、お茶、コーヒー関連ですね、ドトールコーヒー、あとはこのクリーム砂糖ですね、などがね置いてあります。でその下はね冷蔵庫ですね、冷蔵庫があります。ここね面白いんですけど、冷蔵庫の電源のオンオフのスイッチがここにあるんですね。はい、オンにします。で開けます。まあ冷蔵庫のね大きさはこんな感じですね。まあ飲み物とかね、コンビニでお弁当とか、そのぐらいのサイズのねものを入れるんであれば、まあいいんじゃないかなと。大きくはないですけど、そのぐらいの条件で使うんであれば、まあ適用の大きさじゃないかなと思います。はい、そして次に右手側の方にねスリッパが2つありました。それとね、あとこれですね、これがあります。懐中電灯なんかもありましたね。テーブルの下なんですけども、引き出しが2つありましたので、ここはねまず上側、あ、室内着ですね。ハイビスカスタイプの室内着になりますね。それとあとビニール袋ですね、多分ランドリー用ですね。ツインルームなので2つあるような形ですね。その下は洗濯物のお預かり所っていうのもあります。その下ですね、その下はなんだろうな、これ1個ありましたけども、
あ、洗濯ですね、するためのものがあります。これが入ってました。洗濯する人にとってはとてもありがたいですね。右手側にここのテーブル用の椅子一つで、ここ空いてたんですけども、こっちにありましたね、椅子が。でその隣に空気清浄機ですね。ベッドのね、右手側にね、洗面所があります。で電源は、あ、ここにありましたね。洗面所と、あとユニットバスのスイッチがありますね。まず洗面所なので、ポチッと、でライトがつきました。まず洗面所、目の前に鏡がありまして、左手側にねタオルがありました。フェイスタオルですね。その下にはね、ボディウォッシュ用のねスポンジがありました。こんな感じです。裏手側を見ると、洗い心地がいいボディウォッシュタオル for me と書いてあります。それで次はね、洗面所の水道の蛇口の隣にはフェイス&ハンドソープ&シェービング用のソープですねが置いてあります。でその右手側にコップ2つと、あと歯ブラシですねが2つ置いてあります。その奥はね、ドライヤーがありますね。パナソニック製のドライヤーになります。その右手側にね、コンセントが2つあります。はい。そしてこの下にね、ここにね、ティッシュペーパーがあります。面白いですね、こんなとこにあるの。はい。このティッシュペーパーがあるところの左下側にゴミ箱がね、2つあります。こちら燃えるゴミで、左の方が燃えないゴミですね。わかりやすいように瓶、缶、ペットボトル、プラスチックという表記が書いてありますね。これはね、わかりやすくていいですね。はい、次にですね、お風呂、ユニットバスの方ね、ご紹介していこうと思います。それでは入っていきます。まずはじめにユニットバスのね、中が暗いのでスイッチで電源入れます。はい、それで中に入ります。おー、こんな感じになってるんだ。まず目の前にね、トイレですね。はい、ウォシュレットタイプ、イナックスタイプのね、ユニットバスになってます。そしてこのトイレの上にね、バスタオルが置いてあります。この右手側の方にね、浴槽ですね。ご家庭のね、一般的なサイズの浴槽の大きさですね。で浴槽の隣には蛇口ですね。はい、上にシャワーのノズルがありますね。はい、それもご家庭の一般的なものですね。はい、浴槽の奥側にですね、こちらは何でしょうね。こちらがね、シャンプーですね。はい、で次にこちらがコンディショナーになります。で最後にこちらがね、ボディーソープになりますね。メーカーはポーラのものになりますね。匂いはね、すごいいいですよ。で浴槽のここにですね、バスマットがありました。そして最後にカーテンがね、ユニットバスなので水がね、飛ばないようにという形で設置されてましたね。はい、このような形になっております。次にですね、無料貸し出しするものがね、すごい多数ありますので、そちらの方をね、ご紹介していこうと思います。まずはじめにね、子供用品関連なんですけども、ベビーベッド、おもちゃ、絵本、子供用の体温計ですね。あとベビーカー、子供の踏み台ですね。あと哺乳瓶、消毒セットなんてものもあります。次に紙おむつ、おむつ用のゴミ箱、子供用スリッパ、子供用の便座、おねしょマット、そしてお尻拭きなんてありますね。次にね、下に行きます。今度はね、一般貸し出し用品ですね。電気スタンド、美顔器、ナノケア、延長コード、体温計、そして栓抜き、缶切り、ワインオープナーですね。はい、卓上ミラー、パイプハンガー、傘、電子カトリキですね、小物干しのハンガー、バスゴムマット、果物ナイフ、アイスペール、ハンガー、毛布、体重計、 DVD プレイヤー、アイロン台、ズボンプレッサー、ラジオ、ベッドガード、裁縫道具ですね、食器、箸、スプーン、フォーク、空気入れ、バゲージラック、
ック、割り箸、HDMI ケーブル、ヘアアイロン、あと自転車もね、貸してもらえるんですね、ここ。利用時間、PM9 時までに今返却とはここ書いてあるんですけども、今日ね、ホテルの方に来ましたらね、夜中の深夜12時まで貸し出しができるということです。料金の方がね、こちらはね、2時間までは無料です。2時間から6時間までは500円で、6時間以上になりますと1000円という形になってます。次に、ワイングラス、爪切りですね。爪切りに氷枕ですね。加湿器、プラグ変換アダプター以上がね、無料貸し出し品になってるみたいです。こんなにあるんですよ。これめちゃめちゃすごくないですか？こんなに貸し出し多いなんて素敵です。お店の方はね、できる限りね、お客様の方が事前に持ってくるものをね、少なくしよう。そうするとね、お客様が楽でね、ここまで来てもらえるという、そういう考えでこんなにね、無料貸し出し品が増えたおもてなしですね。それではね、無料貸し出し品の内容はね、これで以上となります。それでね、もう一個ご紹介があります。まずね、全室禁煙になります。朝食のビュッフェ。こちらはね、6時半から9時半クローズという形になってますね。これはね、無料提供という形で1階ラウンジにあるということです。今現在、新型コロナウイルス感染症対策としまして、朝食時間内のラウンジでは、朝食中を除き、マスクと手袋の着用を必須とさせていただいておりますという形になってます。手袋はね、ラウンジの方にね、設置しておりますということで記載がされてます。ついに、アメニティはね、お部屋にはカミソリ、クシしかないという状態です。歯ブラシは客室にございます。さっきありましたね。1階のフロントの横にてご自由にお取りくださいと。はい、これも冒頭の方でご紹介しました。次に、お子様添い寝無料ね、ご利用の方へという方なんですけども、ここ見てください。これすごいですよ。18歳以下のお子様は添い寝に限り無料でご利用になれますと。18歳以下ですよ。これすごくないですか？だって中学生、高校生無料なんですよ、これ。いやー、これすごいですよね。で、それで、その上で、その18歳以下の方がね、朝食もね、無料なんですよ。すごいですよね、これ。で、お子様のアメニティ類、タオル類、歯ブラシ、枕なども全て無料ですという形になってます。これ、羽振りがいいな。ファミリーで来た人はね、めちゃくちゃいいプランですね、これ。客室の方にはセットがございませんので、ご希望のお客様はね、先ほど言ったお子様のアメニティ類、トイレの分はね、フロントでお申し出くださいという形になってます。そして次にね、海遊びがね、やっぱり盛んな島なのでね、ビーチ用のね、タオルの貸し出しも無料でやってるという形です。明日の朝、皆さんにご紹介しようと思ってるんですけども、ダイビングロッカー、あと機材のね、ダイビング関連の洗い場ね、これ外にあるということなので、これがね、ダイビングロッカーが1000円の預かり金にて、滞在中はご利用になれますという形になってます。明日の朝ですね、これご紹介しようと思います。館内は Wi-Fi が無料ですね。はい、になってます。そしてね、部屋の最後のご紹介の部分はね、外の景色ですね。ここは10階の最上階になります。どんな景色なのかというところをね、皆さんにご紹介していこうと思ってます。今ね、夜なので、そんなにね、景色がね、見やすい状況じゃないかと思いますので、明日の朝もね、どんな景色なのかという早朝の景色、そちらの方もね、ご紹介していきたいと思ってはおります。まずね、夜の景色を見ていきましょう。はい、こちらになります。海沿いのね、景色なんですけども、こんな感じになってます。夜だとね、そんなにね、明かりがついてないので、まあ、こんな感じなんですかね。多分、明け方の方がね、見やすい景色になるかと思うので、そちらの方がね、多分見栄えいいんじゃないかと思いますので、またね、明日、皆さんに早朝の景色をね、ご紹介しようかなと思っております。はい、これでね、部屋の方のね、ご紹介は以上となるんですけども、次はね、明日の朝ですね、早朝の景色、そして明日のね、朝食、今回の醍醐味の部分である朝食ですね、どんな感じの朝食になっているのかっていうところをね、この後ね、ご紹介したいと思います。私はね、まだ夕飯をね、今日は食べておりませんので、これからね、夕飯の方ね、食べに行こうかなと思います。前回の動画でね、私がね、どんな夕飯を食べたかっていうのはね、
動画で見てらっしゃる方は多分知ってるかと思うんですけども、まだね見てない方はね前回のねご覧になってください。はい、それではね私は夕飯の方に食べに行ってこようと思います。朝になりました。皆様おはようございます。これからね朝食の方行きたいなと思っております。今ね時計の方がね5時55分になります。6時30分からね朝食開始となるので、まあその時間に合わせてね行くようにしたいと思います。それではね1階の方になってますのでそちらにね向かいます。はい、お次はね朝になりましたので外のね景色はどんな感じなのかというところをねご紹介していこうと思います。それではねカーテンを開けます。オープン。10階のね海側の景色こんな感じになります。いやー綺麗ですね。はい、目の前にね東横インが見えるんですけども、その奥はね竹富島が見えますね。はい、それではですね朝食コーナーの方をご紹介していこうと思います。まずはじめにですね目の前にあるのがフロントになります。それの右側ですね、こちらの方がね朝食コーナーの入り口になっております。朝食コーナーの入り口はですねこのような形になっております。ここにね看板がございまして、オープン6時30分から9時30分までという形にねなっております。それではね中の方に入っていきたいと思います。はい、まず入り口に入ったらまず最初にですね今現在ねコロナ対策という形でねまずはじめにアルコール消毒プラス透明な手袋ですね受けるような形で、あとね食事中を除いてこちらの方にねマスクの着用をしてくださいという形で今ね対応を取ってるような形です。そしてね朝食コーナーの中なんですけどもこんな感じにね席はなっております。はい、それでね料理が置いてある方の状況はねこんな感じになります。それでね次に料理の方をね取る順番がねホテルの方でねございますので、それをねご紹介したいと思うんですけども、まずね目の前にあるこのねコーヒーのところから順に左に沿って流れていくような形になります。そしてね一番奥の方に行きましたらずっと今度左の方に回ってきまして、今度一番奥側からこういう風に回って、で最後にこの奥の場所から手前にねずっとというような形で、最後にここで料理を取るのが終了という形になります。で次はね料理がどんなものなのかというところをねご紹介していこうと思います。はい、まずはじめにトレーですね、こちらがありまして、あと白いねお皿があります。こちらにね料理を入れるような形ですね。あとはねこんな入れ物もあります。これでフォーク、そしてストローですね、あと子供用の食器ですね、このような形になってまして、あとお手拭き関連ですね、でその左にはね割り箸スプーン関連の食器ですね、このような形で置いてあります。そしてここからがね料理になってきます。はい、まずはじめにですねウインナーですねとベーコンが置いてあります。で手前にねマスタードが置いてあります。次にこちらはねはいこんな感じで置いてあります。そしてこちらにお醤油ケチャップ、そしてね小さいお皿ですね、上に味付け海苔、そしてほうれん草ごま和え、ここからね沖縄の料理になりますね、人参しりしり、もずくとくらやまのクラゲの酢になります。はい、そして上にはね納豆が置いてあります。そしてこの左手側はねおかゆになってますね、でその左はね梅干しが置いてあります。そしてその左手はねお味噌汁になります。でその隣はねネギ、ちょっとしたお豆腐ですかね、でその上にお味噌汁入れるための器が置いてあります。そのお味噌汁の左手側
こちらがねパンプキンスープになります。パンプキンスープを入れるための入れ物ですね。でその左手側はパン類ですね。パン類はね1,2,3,4 5個置いてありますね。まず最初にバケット、そして次に食パンです。その左手側は黒糖のブレッドになります。でその左手側に紅芋のねブレッドが置いてあります。美味しそうですね。そしてその下にはねチーズパンが置いてありますね。その右手側にねジャム関連マーガリンなどが置いてあります。でその左手側にお皿がありまして、でその左手側にトースターですね。このような感じで設置されております。そしてその次にですね左手側今度飲み物ですね、はいになります。まず飲み物はね右手側から行きますとマリア乳業の牛乳になります。その後サンピン茶、それと元気カフェですね。ご当地の飲料になってます。その左手側マリーブですね。私これ初めて見ましたね。これは石垣島でおなじみの乳酸菌料みたいです。はい、こんな感じになってます。はい、その左手側はねコーヒーになります。はい、そしてポットですね。こちらはねこの左手側にありますお茶とかねティーパックタイプのものを作るためのポットですね。はい、でその上にね紙パック、コップ関連ですね、ドリンクの入れ物こんな感じで置いてあります。さらに左手に移ります。こちらはね今度冷たい飲み物ですね。こんな感じで設置されております。コーラ、CC レモン、パインシークワーサー、あとマンゴーオレンジ、サントリーのウーロン茶、オレンジ、あと野菜ジュース、なっちゃんとかね形で置いてあります。入れ物はねこの右手側に置いてありまして、あと氷もねございますのでこのような感じですね。続きましてね中心のところをね撮影していこうと思います。まず手前にあるのがご飯になりますね。でご飯のお隣はカレーになります。美味しそうですねこれも。でカレーの隣は入れ物ですね。こちらのカレーはですねラフテーカレーになります。ご当地料理のカレーです。いいですね。そして右手側に行きます。右手側に行きますと今度はデザート関連ですね。このような感じです。まず手前から行きます。まず手前はね石垣名物の沖縄ぜんざい、このような形になってます。いや美味しそうですね。その右はねフレンチトーストになります。こんな感じです。そしてねそのお隣にホイップクリーム置いてありまして、あとヨーグルトがあります。ソースがねこんな感じで上に置いてあります。マンゴー、ブルーベリー、メープルソース、その奥にはねキウイフルーツのソースなんてものもあります。次に左手に参ります。左手の方にはね石垣島で作られたパイナップルですね。そしてその左手にはバナナがございまして、その左にはね黒糖笹団子なんてものもあります。これは珍しいですね。お次はですねサラダコーナーになります。体の細胞が喜ぶ朝ごはんという形でねムチグスイと書いてあります。沖縄ではエネルギーが出るような美味しい食べ物をムチグスイというみたいです。ムチは命、グスイは薬という意味を表している形でムチグスイというみたいです。で左手側からご紹介していこうと思います。まずはじめにブロッコリーですね、玉ねぎ、はい、コーン、でこれはね和風沖縄ゴーヤサラダ、はいこんな感じですね。次に島豆腐、キャベツがありまして、でこちらに海藻ミックスがございます。あとパスタサラダですね、これ美味しそうですね。はいこんな感じですね。で次に半玉、半玉っていうのはね初めて聞いたものなんですけども、少しぬめりのあるモロヘイヤのような食材と書いてあります。ビタミン A、B や鉄分を多く含み、沖縄では昔から不老長寿の薬、死の薬と言われてきましたと書いてございます。これはねここに来たら食べてみるといいですね。次に人参ですね。そして最後にドレッシング、こちらねドレッシング3つございます。右手側からごまドレッシング、青じそドレッシング、そしてすりおろし野菜ドレッシングですね。はいこんな感じになります。次はねサラダコーナーから右に行きます。まずはじめにゴーヤチャンプルですね、定番のね。
そしてね、右手側にね、もずく入りだし巻き卵があります。こんな感じです。美味しそうですね。そして右手側に沖縄風の焼きそばになります。焼きそばはね、こんな感じですよ。いやー美味しそうです。そして右手側にね、島唐辛子、はい、あとピパーチですね、あと七味唐辛子も置いてあります。で、紅生姜、ネギですね。で、その上にはね、ラフテーもございます。はい、こんな感じですね。このね、ところに置いてあるの全部薬味でございまして、これはね、この右手側にね、はい、出ましたよ。八重山そばですね。オリジナルのここの、そのような形でここに麺がございまして、で、ここがね、スープになります。スープもね、こんな感じになります。いやー、出汁が効いてる感じですね。香りがね、すごいいい香りです。朝食にね、これいいですね。八重山そばの右手側、ここが最後のご紹介になるんですけども、ジューシーですね。ジューシーはね、こんな感じになってます。いやー美味しそうです。そしてその隣にもありました、左手側にありますのはね、パパイヤの甘酢漬けというものになります。こんな感じですね。そして右手側、もずく入りの佃煮になります。こんな感じになります。そして食べ終わりましたらね、左手側の奥に、こちらの方にね、食べ終わったトレーとかお皿ですね、ここに置くような形になってます。はい、以上でね、料理コーナーのご紹介になります。外に出てきました。目の前にあるのがね、ホテルのね、正面玄関になるんですけども、こちらにね、ロッカーみたいなところがあるんですけども、ここはね、ダイバーさんが結構宿泊される方が多いというところで、ダイバーさんのね、服装ですね、ウェア関連を乾燥させて乾かすところですね。はい、このような形でね、設置されております。はい、なのでね、ダイバーで来る方はね、こういうところがございますので、ぜひともね、ここホテル使ってみてください。はい、水洗い場の方もね、ございます。こちらで洗うことも可能です。はい、皆さんいかがだったでしょうか。このホテルのね、私の感想としてはね、とてもね、朝食すごい美味しくて、ダイバーさんのためにもちゃんとね、サービスがね、提供されてるという部分、室内もね、すごい綺麗で、無料サービスがとても豊富というところで、お客様の思ってることをね、すごい提供してるいいホテルだなって、そう感じました。離島フェリーターミナルもすごい近い、立地のいいところです。とてもいいホテルでしたので、気になった方はここのね、ベッセルホテル石垣島さんの方にね、宿泊してみてください。今回のね、動画がね、ちょっとでも参考になったと思いましたらね、グッドボタン、高評価の方ね、よろしくお願いいたします。それとね、まだチャンネル登録をしてない方はですね、下にチャンネル登録のボタンありますので、ぜひともチャンネル登録の方ですね、よろしくお願いいたします。それではね、今回の動画は以上となります。
最後までご視聴いただきましてありがとうございます。それではまた、バイバイ。